おはようございます、えー、っと今ご紹介いただきました安渕でございます え今日はですねこう大きなテーマをもらってですね当然これに一気に答えることはできないのでいくつかのパートに分けてですね、まあ、現状認識とキークエスチョンそれから私のリーダーシップという形でですね2つのパートに分けてお話をしますで比較的です、ね、いろいろ私の学んできたことをやっていることをですねバラバラに今回は入れてあります特にストーリーにはなっておりませんので、まあ、いろんなところにいろんなことをご紹介しますのでそれは今日のですね議論の中でですね皆さんの中のですね何かのどこかの部分に役立てていただければと思ってます。 おります現状認識とキークエスチョンということなんですけれどもこの言葉は皆さんももう気になったことある言葉だと思います最近よくいろんなところで言われています部下ワールドと言われてるんですけれども、えー、一番ボラティリティですねいろんなことが激しく変わっていくしかも変動の幅がものすごく大きくなっているのが、ね、今の世の中だと思います、えー、特に私金融やっておりますので、まあ、リーマンショックの幅の大きさですね、えー、深さ それからですねいろんな世界経済の動きを見ていたりジオポリティクスなを見ているとですね本当に変動が激しいなということを痛感します。2番目の部下の言うはアンサーテンティですねいわゆる不確実性非連続性です確実なマーケット確実なプロダクト確実な収入源というのがどこまであるのかどんどん変わっていく非連続であると今まで過去通用してたものがですねどん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 通用しなくなっていく世界という非連続性。 3番目はコンプレックシティーですね複雑性いろいろ変動する変動要素もすごく増えてきていますそれから世の中複雑になってきてですね何がどのような形でですね例えば複雑になってきて分かりにくくなってくる,いるものの人つ例えば国家ですねイスラム国っていうのは国家なんでしょうか彼らは国家だと言ってますねそういったものがるで民族国家地理いろんなものが変わってきているそういったことを考えて非常に複雑になってきている4番目がですねアンビギュイティ曖昧性ですね えー、これは不透明性という言葉で言われたりしますけれども、変化の方向性が全く見えない、予見性が非常に低くなっていると、まあ、そんなことがです、ね、今の世の中、起こっている。 そういったことととがですす。ね、一つ大きな潮流としてあるんだという,ふうにいますこれは IT 業界でよく使われている言葉だと思います。したがって皆さんもビジネスをやっていく中でですね、こういった部下ということが、ね、大きな前提となってくるんではないかと思っております。我々もです、ね、こういうことを考えながらですね、予見性の低い中で一体何をやっていけばいいのかということをよく考えております。 でその中でですね今日ボックスワンツとスリーいう話が後で出てきますけれどもそれをもともと言い出したのはですねここに書いてあるですねビジェイ・ゴビン・ダラジャンというです、ね、今ダートマスにいる先生ですで彼がですねイノベーションの非連続性といいうことを言い出しましまたでその後リバースイノベーションと本を書いているのでご覧になった方もいらっしゃると思いますけれどもこれはですね走り高跳びの金メダルの記録と飛び方を時系列的に 追いかけたもんです1900年から、まあ、1990年ぐらいまですねで走り高跳びで出てきた時っていうのは、えーまあ、ハードルみたいに飛んでたわけですね、えー、左はですねシザースと書いてあるのハサミ跳びという飛び方ですまさにハードルみたいにバーを飛び越えるという飛び方で飛んでいたわけですそうすると、まあ、記録 1m78 とかですね 1m80 ぐらい以上飛べないわけですその飛び方ではですねでそこで一つのイノベーションが起きますこの業界 それがですねウエスタンロールというですねこれはですね、えー、バーに平行にですね実は背中をくるっと回すような形で飛ぶ飛び方が出てきたんですねでこれが一つのイノベーションとなって記録が2メートルを超えるようになってきますでそれを飛んでいるうちにです、ね、また一人イノベーターが現れてですねストラドルというのはベリーロールという名前で知られているですね今度バーのですねくるっとお腹側にバーを通すような形で飛ぶこういう飛び方です これによってさらに記録が伸びていきました2メートル2 0ンチ近くもいったわけですねそこで今度は、えー、大きな、ね、フ,ォフォズベリーという選手がですね背面飛びというです、ね、今まで誰も考えたことのない飛び方を飛ぶようになりましたそれで記録は飛躍的に伸びたんですねでこのポイントはですね皆さんのビジネスが例えばどこかにいてそれがですね将来例えば背面飛びが出てくるんじゃないかということをどう考えておられるかということですね ででずっとですね例えば、ベリーロールに特化してトレーニングしていると実は背面跳びが出てきたときにベリーロールでトレーニングしていた選手は実は記録が出せなかったんですねそういうふうに体を作ってしまうと実は背面跳びは飛べなかった。 いうこととがです、ねまあ、産業へのアナロジーとしてです、ね、よく言われてますこれは私たちの研修で実際に使われたスライドで,です、ね、我々も非常に驚いてここから実はイノベーションをどうやって起こしていくかとかです、ね、イノベーションがいかに非連続であるかという一つの全く違う業界のサンプルとして見せられたものです。でそういったことで,です、ね、じゃあ ビジネスの環境、これも皆さんもすでにご存知のことなので、特に申し上げませんけれども、まあ、ここに書いてあるようなことが起こってきているんじゃないかということですね、いろんなところで新しいコンペティショアが生まれてくる、予想しない技術革新が起こってくる、あるいはビジネスを取り巻くリスクはどんどん、まあ、レピテーションリスクであったり、データプライバシーであったり、いろんなリスクが起こってくる、それから新興国のマーケットは拡大してくるので、まあ、いやおなしにグローバル化してくるわけですね、そしてニーズというのが非常に多様化して、素早く変化していく シルバーマーケットといっても全く一つのマーケットではないとかいろんなことがあります。こんなビジネス環境というふうに認識をしております。で、私自身のですね、じゃあ基本的な立ち位置ですね、何を考えているか、これは G の考え方とも、えー、合っているんですけれども、例えばですね、社会、企業、そういったところはですね、基本的にフェアにはできていないですね、すべての人にフェアな社会社、 すべての人にフェアな制度ということは作ることはできないですね。え制度が変わった瞬間、誰かにとってアンフェアになると。そういったことを含みながら、そういったものを作っていかないしいけ従って大事なのは、やっぱり機会の平等であるという,うに考えています。結果は実力次第というふうにしていかないとです、ね、いけないと。それから3番目、特に人事の方が今日来られたと思うんですけど、すべての評価には主観が入るというふうに思っています。どんなに制度を精緻に作って、テーブルを作って、チェックリストを作ってもです、ね、必ず主観が入る。したがって、良い主観と悪い主観をどういうふうに区別していくのか。 良いか悪いか、正しい主観、正しくない主観という言い方でもなくて、良い主観ですね。それをどういうふうに会社として見ていくのか、制度の中でですね、どうやって見ていくか、そんなことを考えています。から、これはトレーニングに関係しますけれども、どんなに知識を詰め込んでもですね、知識はやっぱり陳腐化します。早い時はもう1年、2年、3年経つとですね。 どんどん陳腐化していってしまいます例えば問題そのものを発見する力ですね問題を発見する力問題にアプローチする力こういったものってはですねもっと永続性の高いものだとしたがって何を教えるかというときにです、ね、むしろ何が問題なのかということを発見してもらうことの方がですね問題解決の知識をたくさん詰め込むのいいんじゃないかというふうに思っていますだからもちろん最も重要な資金は時間なので時間の使い方ということも考えていますそれから6番はやっぱりリスクを取らないとリターンはないというノーペインノー 7番は、まあ、我々 G っていうのは7割がメーカー3割が金融サービスの会社で、まあ、かなりやっぱりメーカー色も強いところがあるんです測れないものは改善できないと思ってますしたがっていろんなものを計測していろんなものをですね KPI として測ってどんどん改善していくとそんなことをやっています。 で人に関するまあ5つの質問ですね。こんなことを考えながらですね、例えば人事、人材ということをやってるわけですけれども、まあ、当然のことながら、ビジネスの戦略と人事の戦略はコネクトしてシンクロしているかどうかですよね。ビジネスの方向性に合っているかどうか、ビジネスをサポートし、ビジネスを拡大し、ビジネスの戦略をですね、実現するための人事ってできているのかどうかという。従って育成採用したい人材はですね、育成できているのか、採用できているのかという入り口のポイント。 育成のポイントですね3番目はですねいろんなところで評価が行われていると思います。その時にですね評価者をどれだけきちんと評価しているかですね評価者のが絶対化してしまっていないかいい評価、悪い評価この人の評価のレベルの高さとかというものをです、ね、それをしっかり評価しているからです、ね、常に一段上がある常に1段上からですね評価の、えー、質を問うということですねそういったことが行われているかどうかそれからじゃあ人材育成しましたと。 言った場合ですね人材が良くなったとか強くなったという場合にですねじゃあそれどうやって計測しているのか何ができたら人材が良くなったのかどういうことが起こったら人材が強くなったのかそういったことをなるべく分かりやすく計測しているか,とかそれから最後はですね社長ですね、仕様会社のトップがどのぐらい人材のですね例えば採用であるとか育成であるとかですねそういった人材に時間を使っているかということですね。 で我々はですね、えー、あちこち言ってますけれども、まあ、全体の CEO のイメルトがですね、約30%の時間を人材に使っていますでこれは採用から評価から、えー、ある一定以上の昇進からですね、そういったすべての面を CEO が直接やっていますしたがって非常に重要な仕事した,したがって CEO1 人でやってるわけではなくて当然 CEO と HR 人事のリーダーがタッグを組んでやってるわけですけども、まあ、そういったことがですね、人に関する5つそれからもう一つですね最近多様性ということは で、多様性に関する質問というのはこれですね。で、まあ、性別、国籍によらずですね、まあこの後宗教であったりいろんなことありますけど、社員の身分、待遇、評価方法は同一かどうかという、まあ基本的な質問ですね。インターナショナルスタッフとかグローバルスタッフ、ABC とか分けてですね、それはなぜなんでしょうかと。えー、私どもはどこで入っても社員です。 日本で入ってもアフリカで入っても社員は社員ということですね。同じ基準で評価されます。もちろん国によって給与水準は違いますけど、基本的には同じ考え方です。それから多様性を図る管理指標があるかどうかですね。これは例えば男女だけではなくてですね、いろんな多様性を図る方法があると思います。年齢のばらつきとかですね、チームの構成とかですね、そういったことも含めた多様性、そか少なくとも内部的には多様性,性の目標数値があるのかどうか。 それから社内を見渡したときにですね、このチームはロールモデルだなっていう多様性のチームがですね、まあ、少なくとも1つ、2つ、やっぱ欲しいなというふうに我々も思っていて、そういうチームをどうやってたくさん作り出すかということをですね、意識的にやっています。それから会社の目標やビジョンに多様性が掲げられているかといったようなことですね、会社として何のために多様性を行おうとしているのか、なぜ多様性が必要なのか、それは例えばアイデアを生み出すためであったり、競争力であったり、そういったビジネスの目的、そういったものはないとです。 単に多様性というだけではです、ね、当然広がらないしなかなか意味がわからないということになってしまうとこんなふうに考えていますでここまでがですねまあいわばいろんな現状認識とかですね、まあ、問題提起編なんですけれどもこんなことを私も考えながらいろんなことをやっていますで私自身のですねリーダーシップということをいくつかお話したいと思うんですが一つはですね、えー、例えばまあ G キャピタルの、えー、ジャパンの CEO っていうのは何やってるかとまあ5つの役割と責任ということですね これを定義しています。まあ、当然のことながらですね日本の金融市場を責任範囲として日本で金融ビジネスを行っているわけなので当然その戦略を立てていかなくてはいけない将来のまあ大きな方向性を決めてどのビジネスを伸ばしてですねどのビジネスをやらないかを決めていくという意味での戦略ですねでその戦略を2番はプランに落とし込んで目標を決めてですね実際に 結果を出していくというその部分ですねいろいろな経営資源を使ってですね人であったり情報であったり知識であったり資金を使って結果を出す実行の部分ですねで戦略を立てることと実行する部分とは同じぐらい重要です実行できない戦略にはあまり意味がないので実行の部分を非常に重視しています3番目はですね基盤ファウンデーションと呼んでますけれども基本的な社員の行動会社としてのですね、えー 姿勢そういしたがって我々の文化ですね例えばチームプレーという文化であったりえミッションオリエンテッドという文化であったりそれからグロースバリューっていうのは我々の社員が守るべき行動基準であり その行動基準で評価される、評価基準であります、人事上の評価基準でもあります、こういったもの、それからインテグリティですね、これはまあ高い企業倫理を最優先するという会社の姿勢、こういったものを徹底させていくという意味で、コミュニケーションをして、私自身もそういったことを、えー、いろんなところで実践していくと、そんなことを3番目にやっています、4番目、ブランディングですね、ジェネラルエレクトリック・カンパニー g あるいは g キャピタルといった会社を代表して、私自身がいろんなところに出ていって話すこともそうです。 広告宣伝もそうでですし、いろんな形でブランドを知っていただく、それは実業界であったり金融界であったり有識者であったりそんなところに知っていただくというのが4番目5番目が当然人材ということになりますでこれをまあ全てですね私としてはアカウンタビリティを持って、まあ、私の株主というのはですね上位組織があってですねキャピタルインターナショナルということがありますのでそこに対して日本でなぜ我々はこれをやるのかやらないのか。 何を目指しているのかどう達成するのかということを説明して同意を得るとそういったプロセスがあるわけですでこの5つ決めておくと何がいいのかというとですね私自身のこれが仕事の優先順位になっています何か仕事をいろんなところが頼まれた時にですねこの5つに該当しないものはすべて後回しになりますこれは戦略に役に立つのかこれはブランディングなのか人材なのかいろんな形でですね、えー、判断します だってこういった優先順をこれ社内にもオープンにしていますのでここに入らない仕事というのはなかなか私はやらないということを社員も含めよく知っています。で、まあ、決めたのはいいんですけどじゃあどうやって達成するんだともう少し具体的な方法論ですねでここに7つ書いてあります比較的当たり前のことです、まあ、当然のことながらも姿を示してですね、えー、計測可能な目標を設定して計画するというようなことからですね、まあ、データと ファクトをロジカルに分析、議論して、不完全情報化で素早く意思決定するということで、当然意思決定は後で振り返ることがありますので、基本的にはデータとファクトでやってるわけですけども、なるべく早く 意思決定すするとということは私の仕事です悪い意思決定の方が意思決定しないよりもはるかにいいと思ってますのでなるべく決める。そこで分けているのは後戻りできる意思決定か後戻りできない意思決定かということだけを分けてですね後戻りできないもの例えばこのシステムに10億円投資するとですね5年間絶対後戻りできないという場合は慎重にやりますけれどもそれ以外のビジネスのもの実情についてはどんどん決めて実行していくと。 3番目はですね、やっぱり複数の視点で見るということこれは私だけでなくてです、ね、いろんな会社の社員にも言っているんですけどが、まあ、遠くから見ている時問題が起こった時にはうんと近くまで寄って分析する時。 それから、えー、部門ではなくて前者の視点であるとかお客様の視点であるとか社会の視点であるとかですねあるいは例えば5年後10年後ですね振り返った時に会社がこの時点でこういう決断をしていったっていうのはどういうことなんだろうということを問いかけてみる例えば未来からの視点ですねすべてがうまくいった時に成功したところから振り返ってみるという振り返りの視点でもありますこんな形で見るそれから4番はですね私も結構苦労したんですけれども悪い情報をどうやったらですね早く上げてもらうかということですね どうしてもですね企業が大きくなればなるほど悪い情報は現場で対応して、えー、火事が起きてもですね一生懸命現場で冷え死をしてでして、ね、火事が消えましたという報告がどうしても上がってきますところが燃えている間にいろんなところにですね実はいろんな問題が起こっているかもしれないわけですねしたがって少しでも問題があったらすぐ上げてもらうとそのために必要なことはですね悪い情報を持ってきてくれた人を責めないことですねどうしても人間のネイチャーとして、ね、悪い情報を聞くのは嫌だと。 そうすると聞いてるとですね、その、悪い情報を持ってきてくれた人があたかも悪いかのようになってしまう。英語でですね、ドン・シュー・ツ・ e メッセンジャーという言葉があります。情報を持ってきてくれた人を殺してはいけない。従って悪い情報を持ってきてくれた人に何て言うか、一番最初に言うことは、ありがとうってうですね。これだけ早く上げてくれたから会社として対応ができる。お客様にも対応できる。コミュニティにも対応できる。 規制にも対応できるということで,ですねありがとうということでですね情報を上げてもらうことにしていますしたがってですねこれ非常に今浸透いたしましたので私がですね私のところに土日にかかってくる電話はですね全て悪い情報悪い情報が一番に上がっていますいい情報はみんな月曜日まで待っているんですけども悪い情報は土日にサすと上がってもう土日電話になると必ず悪い情報というようなこれはやっぱり理想の状態なんですね対応が早くできるトップが早く知っているということなんですそれから えー、自分一人でできる範囲は当然限られております、従ってどうやって強いチームを作るかということにです、ね、いろんな形で注力しております、そのためにはですね、まあ、信頼できる人間をですね、えー、しっかりその人に任せるということなんですけれども、その人を信頼してるんですけども、こと、タスクに対する要求水準は高くする、したがってことには厳しく、しかしながら人には温かくコーチをすると。 そういういことをしますその人を育てたいんですけれどもその人をです、ね、甘やかすことは何も良くないわけですね。どん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 高い水準を要求していってですねその人自身が高いところに行ってもらわないと強いチームはできないということを心がけています。それから6番はですね、えーまあ、スポーツマンとビジネスマンとどこが違うんだろうと時々思うことがあります。ススポーツマンンンはやっっぱり各試合でベストをを尽くすためにコンディションを作っていく まあビジネスマンは毎日が試合みたいなもんです。まあ、その中でも1週間とか1ヶ月の中で,です、ね、非常に重要な日があります。この日は大事なプレゼンテーションだ。この日は大事な会議だ。この日は大事なお客様とのミーティングだ。そんな時に向けてですね、じゃあどうやってコンディションを作っていくのかですね。じゃあって自分のコンディションをベストに保っていくということは非常に重要だと思っていますえ。こうやって今日お話しする時もですね、自分自身のコンディションがしっかりしていないと話せないわけですね。でそういったことをですね、社員に向かってもですね、 大事なプロジェクトそういう時にはですね本当に自分のコンディションをベストに保ってですね分からなければ一度一郎のプロフェッショナルを見ろとどうやって一流のアスリートがですねコンディションを作ってるかそういったところもぜひ参考にしてほしいと思ってます7番のオープン双方向のコミュニケーションというのは一言で言うと聞くことですどれだけ注意を持って聞けるかっていうのは意外に難しいものでですね皆さんもこう会議に出てると分かるんですけども会議10人出てるって、まあ、半分は聞いてないですね で4分の1ぐらいの人は次何喋ろうかって考えてるとかですね4分の1だけが参加してるっていうのは比較的普通の会議の状態だと思いますしたがって例えばワンオンワンで話していてもですね次なんだっけとかですねこの話前にも聞いたなと思った瞬間に注意がそれてしまいます。だ注意深く 意意識を反らさないいいでで聞けるかというのは一度トライししていただくと意外に難しいものです。人間のやっぱり注意のです、ね、スパンって意外に短いのでそうするとせっかくです、ね、時間をとっているのに半分は意識がそれていると全く意味がないと相手にも分かりますので、まあ、どれだけ聞けるかということをすごく力を入れてやっています。で最近より意識していることっていうのはですねここの5つなんですね。でこれはまあ読んだ通りなんですけどもやっぱり変化が激しくなっているということをすごく感じます。 したがってここからやっぱりどれだけです、ね、先読みしていけるのかですねシーアラウンザコーナーっていう英語の表現がありますねこう角を曲がったところに何があるかっていうことをですねどうやったら見れるかっていうことなんですけどもやっぱり自ら変化をドライブしていくっていうことですねどんどんやっぱ変えていく変わっていかなくちゃいけないなという意識が強くなってきています。ね より積極的にやっていかなくちゃなモデルチームを作って済みではなくてですねどん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 それをもっともっとイノベーションを起こすためにどうすればいいんだとそんなことを考えてたりそれから3番目はビジネスを取り巻くさまざまなリスクですね、まあ、情報漏えいなんかも最近大変,大変大きなリスクになってますけどじゃあ自分の会社の IT のアウトソースしている先にどんな人が働いているかまで本当に我々は知ってるんだろうかみたいなところも含めてですねいろんなリスクそれをどうやって評価するのかということを考えています。 それからまあいろんなネットワークがあるわけですね、まあ、もちろんリアルのビジネスのネットワーク、例えば私とと経済同友会みたいなネットワークがあったりです、ね、いろんなネットがビジネススクールもそうですし、それからバーチャルの、例えばソーシャルネットワークみたいなネットワークもあります。例えば私はやってるんですけれども 850人ぐらいの人がつながっていただいています。取引先の方もいれば、社員もいれば、いろんな人がいます。そういったいろんなネットワークをですね、じゃあどうやってこれ使っていけばいいんだろうかということがもう一つの課題として考えています。それから5番目はテクノロジーですね。テクノロジーと見れば、最近ロボティクスなんかも非常に評判になっています。Google の自動運転の車もあれば、いろんな意味でテクノロジーが世の中を変えていくなという部分があって、それがじゃあ我々のビジネスにどう影響してくるんだろうかですね。 より意識しながらまあ、経営をしているとそんなことをちょっとご紹介しております。で、ge の中でですね。まあ、ジェフイメルトというのはですね。ジェフイメルトは2001年の9月10日に、えー、ceo になったんです。その時45歳でした。で今58歳です。私と同じです。ですね。で、彼がいつも言ってるのはですね。やっぱり変化なんですね。どうすれば引き続き変化を起こしていけるのかとで特に外の。 外部世界の変化のスピードと自分の会社の内部の変化のスピードはどちらが速いんだとそうするとどう見ても外の変化のスピードが速いじゃないかとでそれにどうやってですねついていって自ら変化していくかとそういったことによって強い会社と、まあ、言ってみればその進化論ですよね変化するものだけが生き残れるというのが、まあ、G の考え方ですしたがってこういった考え方に私も強く影響を受けているそういうことになりますで、えー、グローバルですね でグローバルもいろいろ批判があったりです、ね、グローバルという考え方はどうのこうのといろんな話があるんですけれどもただ日本国内だけで生きていけないというビジネスが多いことは事実ですそれから2020年に向かってたくさんの外国の方が来ることも事実ですしいろんな意味で,です、ね、日本だけで鎖国するわけにはいかないという意味でグローバルというのはもう止められない潮流だというふうに思っていますでそんな中で何をすればいいんだろうということを考えているのは非常にベーシックなこと3つですねでまずその前にこれですね 我々のグローバル人材育成の哲学というのはまあこういった平等というのと評価基準ですね全ての人間に対して機械の平等を約束し評価基準は統一するということです世界中どこにいても同じ評価基準で評価されるとそういったことを謳っておりますこれはまあアメリカ企業比較的普通ですね でグローバルな舞台で成功するためにという意味では3つのポイント簡単な英語の質問ですね「Who are you?」と「What do you think?」と「How do you come up with ideas?」まあ、3つのポイントというものを挙げております。で基本的にはですねまずどこに行ってもです例えば私がここにいて今日しゃべっていても、まあ、皆さんの頭の中に浮かぶ最初の質問はですねこ,れこいつ誰なんだということですね。 で例えば略歴を見たりい,いろんな人があこういうことをやってきた人なんだなということで初めてある程度理解ができるってことですねグローバルの世界っていうのはお互い全く知らないバックグラウンドもわからない世界ですそういった中ではですねじゃあ自分が誰なんだということをやっぱりしっかり持つということは非常に大事だと思っていますしたがって自分の生き方であるとか信念であるとか何が自分にとって大事なのか自分の優先順位とかです、ね、自分のやることやらないことみたいなことをしっかりですね自分の信念軸といってみるそういったものをしっかり持つということですね それから、例えば日本人なら、ッコの中にはいろんな国の名前が入るんですが、日本人であれば日本人としてのアイデンティティをしっかり持つということですね。で、日本の国ってどんな国なのかですね。そんなことを考え、きちんと説明できるようにするということですね。私は誰で、どんな人です、どこから来て、そこはどういうところなのかということをまずきちんと説明できるで。そうすると、例えば日本の文化のこともですね、ある程度知らなくちゃいけない。歴史も知らなくてはいけない。そういった形でですね、日本、日本人。 このをですねしっかり自分として持っていくということですねまあ、最近これはですねいろんなところ教育もされるようになってきてますけどまあ、ここの部分がまず第一番だと思います誰かわからないとかですね日本人なんだけども日本のこと全く知らないっていうのはですね非常に気持ちの悪いものです二番目はですねじゃあどういった意見を持っている人なんだとこの人どういう考えなのだ例えば一番の自分の信念のところですね私は例えばですね環境を守ることを非常に大事に思ってますと そそういいった人がるるとすれば、そこから出てくる当然考えというのがあるわけですよね、えー。いろんなことをした時に自分の立ち位置がはっきりしていて私は環境を破壊するようなことについては全て反対であるという人もいればですねこういった環境を作っていけばいいんじゃないかという一つの見方ができます。したがって自分の信念とかアイデンティティから出てくる意見というものをしっかり持っていると。 いうことがでですすすね議論をする上で非常に役に役立ちます、えー、ある人がこうだねっていうとそうだねとこっちに同意してですね次のテーブルに行ってやっぱり違うんじゃないのってったらやっぱり違うかなというふうになってるとですねなかなか自分の意見がない人なので例えば会議なんかで発言してもですねなかなか存在感を出すことはできないですね。で特にですね日本はですね新聞に書いてあることが真実であるあるいは事実であると思っている人の割合が世界的にも高い国です。 ちょっと前の統計を見たところですね大体70%の人が新聞に書いてあることは正しいというふうに思っていますイギリスだと29%ぐらいの人しか思ってないんですね従ってどうしてもそういった新聞とかの論調にも左右されがちですえつい最近の朝日新聞の問題もありましたけれども従って読書とかメディアを読むときもですねあくまでこう議論するつもりで相手はどこに立ってこういった記事を書いてるんだろうかとなぜこの人はこういことを言うんだろうかと のことを考えてですね、むしろ批判的に、まあ、クリティカルスインキングというのがありますけれども、そういったつもりで、それでグローバルに行くためには、日本語だけではなくて、それをですね、ESL というのは、English as Second Language ですね、いわゆるセカンドランゲージの英語でいいので、それをまあ堂々と発言していくということです。いろんな統計ありますけれども、今、世界で例えば20億人ぐらい英語を話していると。そのうちの7割は ESL だと言われます。 ネイティブじゃない人たちですね。従って、英語の主流っていうのはネイティブじゃない人が今作ってるわけです。従って昔のようにですね、アメリカの一部の地方にだけ通じる慣用句とかそういうのはですね、そういうしゃべり方をする人はですね、どちらかというとグローバルな人ではないと。グローバルにはプレイン・イングリッシュというのを話すというのがです、ね、主流となってきていますので、まあ、英語でも堂々と話すということになってくる。3番目、これは多様性ですね。多様性を受け入れて、えー、異なる 知識やや経験や個性ででチームをを作っててすねそれをぶつけていくということですねこれは確か博報堂さんだったと思いますけどそういった場をあえて作っていくという会議を作っていて例えば右利きの人左利きの人それから甘党の人空党の人若い人年配の人男性女性日本人外国人みたいな混成チームを作ってプロダクトやアイデアを評価していくそうするといろんな違った視点が出てきます。 そういったいろんな違った視点からイノベーションが生まれてくるといったようなこと、まあ、それを最後はまあリーダーが決めて実行していくわけですが、まあ、こういった3つのことですね、まず自分が誰なのかということ、そこから出てくる自分としての意見をしっかり言えるっていうようなこと、それからいろんな多様な、まあ、外に行くとすごく多様なわけですが、そんな中からです、ね、アイデアをしっかりこう取り込んでいって、イノベーションを起こしていく、こんなことができればです、ね、グローバルでも十分に戦っていけるんじゃないかというふうにです、ねまあ、私の経験からも思っております。 で G のリーダーとして実践していることですねあともう少しで終わりますけどもトップ10ということでこれをも見ていただければ分からないので順番にいきますけども、まあ、これはインテグリティと言っている部分ですね高い倫理観ですね2番目はですね自信と自覚ですね。 自覚というのは非常に大事ですね自分が自分の例えば部下からどう見られているのか社員からどう見られているのかですねそういったことも含めて自覚ですねそういった部分を持っていくということいろんなフィードバックを取っていくということなんですけれどもそれですね3番目好奇心を持って幅広く学び続けていくキーープラーニングですねで人はですね誰かが実践していることについてはです、ね、聞きますけれども例えば実践していない人に言われてもです、ね、なかなか動かないんですね。 だからよく会社でもですね部長かなんかが若い人たちにですね君たちももっと勉強しろよと言った時に若い人たちの頭に浮かんでいるのは部長では部長は一体何を勉強しておられるんですかという疑問が浮かんでいるんですねだからやはり自分が勉強しているという姿をしっかり見せた上で人を導いていかないとなかなか動かないとそういったことだと思います。それこのの後も出てきますす自分の頭で意思決定する 自分の頭で考えて自分で決めたことなんですから人のせいでは全くないまあ多責模様っていうのはそういうことですねから変化を恐れず変化をドライブするから、えー、現行一致ってやつですね我々の字の中で「セイド d レーションという言葉がよく出てくるんですけども言ったこととやったことの比率ですね言っ,たか言,わ言ったことをどれぐらいやってるかと「セイド d レーションが といううのが優れたリーダーダうふうになっていますでもう一つ違う表現があってです、ね、ウォー Walk the Talk という面白い英語があってですね、これは要するに言ってること通りに歩くと言ってることを実行する。ま,あ、まさに現行一致という意味なんですね。7番目、まあ、しっかり測ってリスクを取る。ノーペイン、ノーゲインですね。8番目、人の成長を助ける。強いチームを作るということですね。えー、ことに厳しく、人に優しくコーチングするという意味ですね。9番目、えー、ビジネスやっぱり勝たないとですね、 成長,しません成長しないとですね、ビジネスとして存在意義が問われます。従って、勝つことにこだわってですね、正しい方法で結果を出し続ける、パフォーマンスは大事なんですね、えー。私もイメルトに直接聞いたことありますけど、G で大事なことは何だと聞いたらです、ね、彼は3つ言ったんですね。パフォーマンス、チェンジ、インテグリティ、この3つだと。この3つがあればいいということを言ってました。 それから10番ですね。まあ、感謝の心を忘れず与える人であると。ネットワークを維持するとかですね、人脈もそうです。自分がギブする人でないとですね、いろんなことは維持できません。ことしはです、ね、いろんな、例えばその与えるということについてですね、いろんな本が出ています。与える人がもっとも与えられる人であるとかっていった本も出ていますけれども、感謝の心を忘れずですね、与える人であり続けるということは非常に例えばリーダーとしても大事なことだと思っています。で、これ10個ですね。 でえー、こうちょっと今日時間がないんでこう省きますけれども、まあ、我々がやってるです、ねまあ、自分を知るっていうです、ねえー、3つの方法ですね、えー、上司を抜きのラウンドテーブルってやってます例えば自分の、えー、部下の本部長がいます本部長の下に例えば5人部長がいるとすると本部長を抜きで部長5人と私がラウンドテーブルをやって、えー、この今のビジネスの問題点とか改善点とかってことをラウンドテーブルをやるとで本部長はいないのであとでフィードバックしますけれどもそういった形で社内の至るところで 自分の部下と上司が直接ラウンドテーブルをやってるという場をたくさん作っていますでそこでは非常に匿名で出てくるわけですけども非常に正直な意見が出てきますでそのポイントはですね何が出てくるかは当然上司としてはある程度予測できないといけないということですね日頃きちんと自分のチームと話をしていればですね何が問題点であるか分かってなくちゃいけない から新任マネージャーアシミュレーションというのもですねまあ面白い仕組みなのでこれちょっと時間がないので飛ばしますけれどもこれも自分を知る方法ですそれから社員のの声調査といいうのをやっています。 でこれは例えば社員全員にです、ね、あなたはこの会社のあるいはこの部署のです、ね、経営方針を理解していますかとかあなたの上司はです、ね、あなたと十分な時間をとって話してますかみたいな質問を50個ぐらいするんですねでそれが各部署の、えー、いわば通知表になってです、ね、日頃コミュニケーションしてると言ってるです、ね、部門がです、ね、全然分かっていなかったりとかそういうことは分かりますでそれをもらってフィードバックをもらって改善策を取るとそんなことをやっています で、強いチームを作るためにやってることをまあ3つご紹介しておきます。まあ、同じようなことですね。で、まあ、我々ストレッチと言ってますけれども、とにかく、えー、今年100できたら、次は120、その上は150でしょう。という形でですね。どん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 ストレッチをしてもらいます。 より大きなチームを動かしてもらってより大きなプロジェクトをやったりですねより高い目標に挑戦してもらったりということをやっています新しいやったことのないことにチャレンジもしてもらいますそれから自分の頭で考えてもらうために責任を持ってもらいますプロジェクトチームのリーダーになって自分で決めてもらうそれから例えば子会社があれば子会社を任してみるそんなことをやっていますそれから自覚を高め変化をドライブし、まあ、学び続けるそんなことをやっていますこんなことをですねいろんな人に頼む、まあ、良質の修羅場が できればですね、そういったところにはベストの人材に乗り込んでいってもらって立て直しをしてもらう、そんなことをやって、まあ人材をどんどん鍛えてる、そんなことをやってます。で最後にまあ我々の信念でもあるんですけど、まあ改善に終わりなしだと思っていろんなことを日々やっております。えー、プレゼンテーションはここまでです。どうもありがとうございました。<laughs> はい、失礼しました、ねいい。あの非常に凝縮された中身で、あのここからちょっと20分ぐらいになりますが、対談という格好で少し論点を深め。 同時にその,後の皆さん自身の皆さん方自身のですね30分の振り返りといいますか自分の引き寄せのいくつかのこう手がかりをクリアにしていきたいなというふうに思います、まあ今日のお話はです、ね、安藤さん自身がまあこの本当ビジネスキャリアの中で培ってきたいくつかのリーダー感ちょうど今日うわれわれこの後午後に向けて議論するグローバルの話やイノベーションの話、まあ、こういったヒントもうまくブリッジのポイントがあったんじゃないのかなと。 冒頭はキークエスチョンとして人に対してのキークエスチョン異文化ダイバーシティに対するキークエスチョン、まあ、一つのものの見方が挙げられたんだと思いますそれからやっぱり強い会社変化していける会社ということで行きますといくつがありますがこの10の基本行動っていうんですかね考え方、まあ、ここに全てが集約されていると言っても単語ではないのかなとでその要素の中で非常に重要なことがしばしばお話しされたのは 己を知るセルフアウェイナスそれから他者と交わる学ぶこのあたりが非常に重要なポイントだったように感じますさて、えー、と皆さんなりにこう整理の段階だと思うんですけど私はあのちょっと1つ2つお聞きしたいなと思いますのでポイントを絞っていきますとまず、えー、と今日はですね、まあ、安口さん自身のお考えを中心になんですがやっぱり GE における変化継続企業 どうううして強いいのかととところが1つあると思うんですねで詳細はこの本まあ安藤さん出された本なんですけど非常に分かりやすくて、えっと、今のお話のエッセンスもふんだんに記されてますんで是非それはまた別途これ手に取っていただければあの中身はわかると思うんですがここに書かれてないことがいくつかあってそれをちょっと教えてくださいということなんですけど、まあ、g ーといえば皆さんもご案内のとおりウェリスさんとかイメルツさんとか先ほどあったように長期政権で。 えまあしかも、中からそのトップが出てきているということですよね。で、最近はあの世の中の中で、本当に外部からトップを招くという会社さもあって、それはそれでいいことなんですけれども、中から変化を促せるリーダーが、どうして排出し続けることができるんだろうか、それが非常に大きなキークエスチョンじゃないかというふうに私は思ってます。それからそのま,あまず一つこの点を さん、何どうご覧になっているか、なぜ GED というのは長期政権を可能とする変化をドライブできるリーダーが引き続いて社内から排出されているんだろうか、この点についてどうご覧になっていま,すかえっとまず、リーダーシップというものに対する基本的な考え方ですね。 例えばリーダーってどうしても一人であるとかですねそういうことを想像しがちなんですけども我々の基本的な信念というのはリーダーシップというのはすべての社員が持っているべきものだというふうに思っていますしたがってすべての社員がいわば自発的に周りを巻き込んでいろんな仕事ができるようなリーダーシップを持つすべての人がリーダーシップを持っている組織の方が圧倒的に高いパフォーマンスを出しやすいんですねでそういった組織をもともと目指しています でそういった組織の中からですねどん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 優秀な人をですね育てていくっていうそういう会社それから、えー、変化ということにイメルト自身も言ってますけれども我々の基本的な考えの中にですねやっぱり変化をドライブすることがいいことだという文化があるんですねその文化というものの中にそういったものが育ってきているということですねこれはあの非常に有名なボックスだと思うんですけど今の全ての人がリーダーシップを持っているという信念考え方とこれって多少関係すると思っているんですが。 少しこちらの方で、今のお話を補足いただくとすると、何かございますか。ちょっとね、二ページぐらい戻っておきます。あ、ここですね。えっと、その次ですね。はい。これがあの前者の行動基準、評価基準であるグロースバリューという五つです。外部思考。明確で分かりやすい思考、英語でいうクリアシンカーですね。想像力と勇気。それから包容力、これはインクルーシブネスですね。ダイバーシティの裏返しですね。それからエクスパーティーズ専門性という、この五つがあります。 でこの5つ、特にです、ね、例えば外部思考ですね外とどれぐらいつながっていくのかお客様であり市場でありです、ね、その変化に対応する力というのは外部思考ですからイマジネーションとカレッジというのはですねいろんな新しいことを生み出す力リスクを取ってですね新しいことをやっていきましょうという力そういったものはですねこれを次のページに行っていただくとこういうふうにですね縦軸は業績なんですけども横軸は今の5つのバリューで評価されます したがって、例えばこの横軸ですね、ここの線を越えていればですね、当該年度の業績目標は達成しているわけです。ところが横軸がありましてですね、バリューがどうかということ、そうするとそのバリューの中には、じゃああなたはイマジネーションが弱いんじゃないかと、新しいものを作る力が弱いんじゃないかと、外部思考が弱いんじゃないかと、どうしても内部にこもってるんじゃないかと、そういったことでこの横軸は評価されます。しかもこれ5050 50なので、横軸で この線からこっちに行ってしまって、バリューが足りない人っていうのは、当然のことながら、例えば上位のポジションについたり、そういうことができなくなります。もう1ページいただくとですね、全体としてこういう作りになっています。従って、バリューも高く、業績も超過してる人は当然、まあ、スターですよね、ベストの人。それから、バリューが超過しているか、業績が当該年度を超過している人は優秀ということ。でこの人は 両方達成したら組織の中でんです要改善のところに来ると問題ないですね、特にマリオ、こちらに来た人っていうのはです、ね、昇進もできませんし、組織の重要なポジションにつけない、さらに研修にも行けないということなので、というの非常に大事なんですねで、それが一つの組織の文化のベースを作ってる、そういうふうにしないといけないんですね、行動基準だけではなくて、それが大きな我々のドライブになっていると思います。 まさに長きにわたってこの経営が連綿とこうつながってきているものを支えるのは文化であると文化を透かし分解すると今のような評価のシステムであると同時にその評価のシステムを運用するリーダーたちがしっかりとその意味をよく理解した上で運用していると、まあ、こういった評価の側面が見えてくるわけですが同時に今のこの外部思考みたいな話っていうのはどんな会社でも変化を求め 外部に目を向けろというわけですがそれを本当にできるために一番その作用している刺激っていうのは一体何なんでしょうかっていう要はその社内で目一杯バリューに基づいて成果を出す人というのは当然まあ仕事に対する向き合い方も能力も高いわけですが外部思考とか変化っていうことを口では言っても変われない会社って山ほどありますよねうちの会社も変化を DNA にしますっていうんですが本当に変われているのか いうようなことが大きな問いとしてあるような気がするんですけど安村さん GE の中で変化をドライブしている最大の鍵は何だと思いますかえっとこれはですね、まあ、意外かもしれませんやっぱりこれトレーニングなんですね。で私 GE に入って8年3ヶ月ですけれどもいわゆるそのクロトンビルって我々の中央の研修っていうのをですね実にですね7回受けてるんですねいろんな違った研修をですね。 えー、私自身はいわゆる社員のランクでいうと一番上のランクなんですね、私の上っていうのはもう役員しかいないんですけども、社員のランクで一番上位なんですけども、そのクラスでも大体ですね、1年半か2年に1回ぐらい研修があってです、それもいろんな新しい研修をですね会社として作ってきて、それを重要なものを上から始めていくんですね、上から始めていく。で、まずはトップが言い出して、これをじゃあトップ何人にですね、いつまでにやれっていうことで、まずトップからやっていく。 そういった形で、ですね、えー、この左上に入っているリーダーシップイノベーショングロースというのは比較的新しい研修なんですこれを過去7年間、8年間で私3回受けてますし、2年に1回続けてるんですね。そういった形で外に触れる、新しい考えに触れる、ベストプラクティスに触れるということを非常に積極的にやって、そこに時間もお金も使ってます。50からのののこの8年間で3週間で週単位の研修に2度2度,3度 呼ばれているというようなことに驚きを禁じ得ないわけですがあの一般にそのスキルとかそれから知識を研修によって獲得することは容易だがリーダーシップそのものだとか物事の考え方っていうのはとりわけ上になればなるほど変えにくいという考え方も一般にあるんじゃないかと思うんですけど矢部さんご自身がこの間もお話しされてますけど自分はもう変わっていくというか成長しているというふうにおっしゃるわけですが、まあ、こういう実際にトレーニングで。 何が自分のの変化を促しているのかまさにシャワーとかいろんなものに触れるって話もあると思うんですけどどんな作用が働いているっていうか学習者として自分が変化する時に何が鍵になっているのかちょっと答えにくいかもしれないですけどどんな実感をお持ちですかあの一つですねこのエグゼクティブと書いてあるところの2番目に書いてある BMC と書いてある研修に私2010年に行ったんですよ。これ3週間のコースです。でこのの時はですね GE 韓国戦略を見直せっていうのはミッションなんですね我々ので全世界からいろんなビジネスのいろんなファンクションの人が約50名、えー、国でいうと多分15カ国ぐらいの人がいたと思いますが集め韓国に呼び集められてですね1週間韓国漬けですねまず韓国で韓国の歴史から文化からビジネスからでそういったものを徹底的にですね例えばサムソンの人から大臣から来ていろんな人が、ね、韓国にダーッとレクチャーをしてそれを徹底的にする。 2週間目はですね企業訪問です、チームに分かれて、財閥企業であったり、ですね IT 企業だったり、いろんなところに訪問して、徹底的にそこから何が学べるか、1週間、それぞれの職場に戻って、リモートで電話会議をやって、最後の1週間はクロトンビル、アメリカに行って、ですねそこで50人が集まって、一つのプレゼンテーションを作ります、イメルトンに対する提言ですね、韓国に対してこうすべきであると、我々の分析した韓国。 韓国に対するこれまでのアプローチどういうふうに変えて何をすればよくなるかっていうそれを1週間で50人の人がですね作り上げていくとそのプロセスですね。でその徹底したやり方ですねまずはその本当に韓国に観光漬けになった後ですね企業にもあって実際のデータでそれを短い間に どうやって一つの意見にまとめていくかってその経験ですね。で、それは本当に面白くてですね。その中でやっぱりリーダーシップ、その全員シニアなんですけど、その中でもさらにやっぱりい,いろんなリーダーシップが出てきてですね。それを見事にまとまっていくそのプロセスっていうのはやっぱり非常に学びが多かったですね。まさに体験を通じてこう非常に凝縮されたなんでしょうね。逃げよう、まあ、思考が逃げようがないというか考え切るあるいは本当にいろんな人間とのこう共同作業を通じて感化を受け感化しあう。 まあこういうよういなな感覚なんでしょうかあの実はこれ最後のクエスチョンにしますけどこのページにですね、まあ、人に対するキークエスチョンがあってこの人材が強くなったかよくなったかっていうのはどう認識するのか、まあ、今のような話から明らかに変わった人は未来分かるっちゃそうなんですけども見える形でなければ測れないし変化させられないって話もあって育成に関して安藤さんなりにこの人が強くなったか否かっていうのはどんな観点で ご覧になってますかあのいわゆるキーとなる人材っていうのは、まあ、我々はそんな大きな会社じゃないので、えー、1,300人ぐらいなのでキー人材ってもう全て分かってるんですねでその人たちの成長の過程を全部フォローしていますそれでいつどんなトレーニングを受けてそこからどんなアサイメントになってどんな結果を出したかっていうのはですね個別に把握してますじがってそういった形でですねでそれを毎年2回、えー、セッションシートのをやってですね 9つのブロックの彼もしくは彼女はどこにいてどういう方向性で動いているのかと伸びているのか伸びてないるのかということを人事とその直属の上司と話をしてですねさらに何をすればいいのかということをですね毎回議論していますしたがってもその規模ですと完全に個別にやっていますで G 全体でもですね実は私のレベルまでで大体650人なんですけどもその650人まではイメルトとイメルトの直属の HR が全員把握しています メルさんは人を把握し,してまたが <laughs> ってあのその HR の担当がです、ねえー、あなたたちは私のことを知らないかもしれないが私はあなたのことをよく知っていると言われました <laughs> 徹底的に人を知りフォローアップすると、まあ、我々今 CLO として集まってますけど皆さんは本当に優秀層何人まで顔名前一致してますかってこんな問いかもしれないですよねあのー、最後ごめんなさい 三菱商事でも二十数年やられて商事さんも非常に立派な会社だと思いますし G ももちろんそうなんですが人材育成とか人に対する認識で,です、ね、何かこう寺院の違いすごさみたいなものがもしあるとするならばあるいは安井さんが人材に対してどう考えていらっしゃるかでも結構なんですけども人材というものは私は成長できるってことに対する強い信念をお持ちなように思うんですがそのあたりちょっと最後に聞かせていただけますか そうですねやっぱりリーダーシップっていうのはですね、後天的に身につくものだという強い信念ですね、これはしっかりトレーニングして、実地で例えばプロジェクトをやってもらって、そういった経験値と、それから学びと両方でですね、成長する、しかもその人が成長したところに伸びしろっていうのは、ものすごいんだなというのがもう基本的な我々の信念ですね、だからそこに時間もかけるし、そこに、例えば CEO の仕事の一番ってなんですかやっぱり人材なんですよね。 当然人材が大事だというのはそれに一番時間を使うっていうところがですね、どうしても、まあ三菱商事もそうなんですけど、えー、人事担当役員が、えー、いわゆる人事の CEO になっちゃってるわけですね。そこに社長の関与度っていうのは時々出てくる人になってしまうわけですね。入社式で会った後しばらく見たことないってなっちゃうわけですけども、そうではなくてやっぱり会社として何が大事なのって言った時にですね、 人っていうことであればそこに対するやっぱコミットの度合いっていうのがですね、まあ、すごいなというのが自実でもあるし私もそれは本当にあるべき姿だなと思っています。